こんにちは。こんばんは。今回は以前のアップデートで、車の上に乗っても落とされないようになったので、車の上に乗っていこうと思います。なんだこの企画。まあオープニングどうぞ。僕の名前エキスパエリーダーチャンネル登録してください。それじゃあやっていきます。やっていきましょう。車の上に乗れるようになったので、スポーツカーや、イスズのトラックに、4人で乗れるようになったんですよね。さすがイスズのトラック。スローン博士を倒しました。スローン博士も降りているローのところまで来てたんですね。噂だと、スローン博士は黒塗りの扉、または、青いキューブのところに向かっているらしいですよ。黒塗りの扉がついに開かれるのではないでしょうか。おっと敵さんがいますね。イスズのトラック破壊力もあって最強ですね。イスズのトラックって何 V バックスで買えますか?1300V マックスで買えますよ。これは即買いして、最近復活した返却機能を使って、即返却しますね。それならなんで買ったし。Twitter で自慢するために購入しますね。そして即返却。食べ物をインスタとかに投稿して、その食べ物を食べないっていうやつのフォートナイトバージョンですね。そういうことです。あっこれ蘇生間に合うかな?ギリ間に合ったー。キリギリス。何それ、キリギリスの親戚の方ですか?何言ってんだこの人。話に乗ってあげた。それじゃあ本題の、車の上に乗る、をやっていこうと思います。本題がしょぼすぎるけん。他の人たちは別に上に乗らなくていいのにみんな上に乗ってますね。一応新要素ですからね。うろ覚えだけど、車が出た当時普通に上に乗れた気が。確かに。そんなことはどうでもいいや。車動いてるのに上に乗ったままだよ。そうですね。うん。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録。終わろうとするな。いやあもう企画終了したからねー。もう終わってよくね。攻めすぎ黒いしろ。確かにこのままだと、見どころゼロクライシスで、ファウンデーションさんに思いっきり殴られそうなので続けます。ちょうど正面に敵さんいますよ。敵倒す。ほらー、フルスロットルで突撃ー。なお普通に避けられる模様。避けても U ターンしてもう一回引いてやる。U ターン禁止です。知るか。知ってください。固定砲台トマトヘッド積むよ。近くに敵さんがいたらオートで攻撃してくれますね。それじゃあこのまま敵さんを誘拐します。敵さんを乗せてドライブ。固定砲台さんが脅してくれたので誘拐はやめて味方の援護しに行こっと。久しぶりにレールガン使いました。そういえばスローン博士の取り巻きがレールガン持ってましたね。レールガンくん安定の強さだね。残す敵さんはあとこの人だけかな。オッケー。さっきの敵さんドブスナ持ってましたよ。よかったですね。武器構成強すぎて負ける気しませんわ。死亡フラグですか?よーく狙って。スナイパーライフル自分が使う分にはめっちゃ楽しいですね。スナイパーライフル今ぐらいの入手難易度がちょうどいいと思います。わかるー。味方さんが二人倒されちゃいました。あらら。とりあえずあそこにいる敵さんをスローンライフルで。オッケー。そしてそっちの敵さんも、スローンライフル積むよ。ここら辺敵さんめっちゃいますね。戦闘が長引くほど敵さんが集まってきますからね。って、あなた誰ですか?知らない人に背後取られてましたけど無事勝てました。やばい回復アイテムがなくなったよ。下の HP も少ないですしこのまま自利品でやられそうですね。オッチ半期あるじゃん。まだシールド売ってるかな?売ってるといいですね。売ってたー。爆買いして、そしてこの誰も使っていない機能、手汗を受けるで回復だー。手汗を受ける200インゴットとは思えない回復量。無事に手汗を受けたのでこの敵さんを倒していきます。オラーゴリ押しだー。ナイスゴリ押し。味方さんを蘇生しようと思ったらストーム来ちゃったよ。そして敵さんにも攻撃されましたね。あい今から攻撃するの禁止です。鬼ごっこして敵捕まりそうになったらタッチ禁止とか謎のことを言う人じゃん。そう禁止って言ったのに容赦なく攻撃してくるよ。しかも燃えてるし、ここは一時撤退だ。撤退できますかね?圧対空で倒されそう。大丈夫だったわ。落下の呪い。それじゃあ気を取り直して2試合目やっていきます。やっていきましょう。あ、そうそう。今コンバットアサルトかコンバットサブマどっちがいい?
っていうアンケートやってるじゃん。やってますね。そのアンケート武器の性能がわからないから選びようなくない？私はアサルトの方が好きなのでアサルトに投票してます。あ、そういう感じで投票するのね。っていうかこの敵さん車に乗って暴走してますね。無免許運転の可能性がある。交通刑務所に送り込むしかない。おっと、そして左の方から足音が聞こえてきました。ガン待ちしましょう。ガン待ちします。オラー来るのは分かっていたぞ。ナイスカスだね。味方さんが倒してくれたので問題なし。おっと、味方さんがやられてますね。倒した敵さんを倒しに行きましょう。そうですね。へいへい、我はオボンやぞ。昔はヘッショ200ダメージ出てた武器、青でワンパンできるってやばかったですね。そして突撃します。君いいポンプ持ってますね。この敵さん金ポン持ってましたね。金ポンスポーンは？はい、っていうことで車の上に乗っています。そして進みながらガソリンを入れることができるので、いつまでも走り続けることができますね。イスズのトラック完成。っていうことで車の上に乗りながら敵さんがいる場所に突っていこうと思います。別に助手席からの攻撃でよくね。それは言ってはいけないお約束でしょ。初めて聞きました。僕が回復している間に味方が敵さん全員倒してくれてましたね。いいね。そしてレジェンドのミニガンをゲットしました。それは強い。味方さんが戦闘しているのでお迎えに来ました。お迎えにじゃなくて援護した方がいい気が。ならこの敵さんを引きます。少しだけダメージ入りましたね。回復アイテムを持っていないのでこの敵さんから回復アイテムもらいたいですね。回復アイテムくださいな。ショックウェーブランチャーで逃げられちゃいましたね。ショックを受けました。ショックウェーブだけに。なんだこの敵さん、サブまで超絶ゴリをしてきますね。サージ足りてないのですか？これカジュアルマッチなのでサージ気にしなくて OK。 そんな話をしていたら無事に倒せました。でこの敵さんも回復アイテム持ってないじゃん。回復アイテム難民まみれ。敵さん倒して回復アイテムをゲットしないとこのままジリ貧で負けちゃいそう。パーティ全員回復アイテム少なそうですもんね。そうなんだよね。オラー回復アイテムをくださいな。うん、今上から撃たれたような。気のせいじゃないですか？あ、気のせいかも。味方さんが全滅しました。お墓を建てましょう。そして僕も残り体力61で回復アイテムなし。どうにか敵さんを倒して回復アイテムをもらいたい。2分前ぐらいから回復アイテムもらいたいって言ってますよ。欲しいから仕方ない。そしてハイブラの人を落として回復アイテムを。回復アイテムないじゃん。くさ、お前くさ。そして残り人数2人で怠慢状態になりました。ショットガン一発でも食らったらやられる体力ですよ。怖いねー。非常にまずい状況です。ここは必殺の横からショット。なお攻撃は当たらない模様。お、ラッキー。運よく敵さんをエリア外に飛ばすことができました。このままエリアに戻られないようにしたいですね。あってもショックウェーブランチャーで戻られますね。みんなショックウェーブランチャー持ってますね。シーズン6のショックウェーブ棒を思い出しちゃうね。お互いショックウェーブで上を取ったり取られたりしている場面ですね。そして僕はネオンウィングをつけているので空を飛ぶことができません。知ってます。敵さんを落としたのでもうそろそろ決着をつけます。さあそこから出てくるのは分かっているぞ。ああ、なんか勝てたー。なんで勝てたし。っていうことでリクロイできたので今日の動画はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、そしてクリエイターサポート。SHIBARI の方、よろしく、お願いします。じゃまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。